日本悲願の純国産戦闘機開発に向けて F3 戦闘機開発現在進行中です。日本の岸田内閣は、2024年度の戦闘機開発費に、総額900億円を閣議決定したとの情報をキャッチしました。今回は、この F3 戦闘機開発費に、2024年度総額900億円を詳しく見ていきます。無人機にも予算が盛り込まれていて、F3 戦闘機と同時配備決定となっていますね。しかし、無人戦闘機は、先に出来上がりそうな気がするけどね。F35 戦闘機でどんどん使用していったらいいのにね。2023年も暮れに差し迫った12月27日、現在の日本の岸田内閣は、2024年度の防衛予算案を閣議決定し、総額で7兆9496億円というその額は、言うまでもなく、戦後の最高額を更新、政権が掲げた防衛力の抜本的強化の取り組みの姿勢を改めて示した。すでに、一部の野党や団体からは、こうした戦後の最高額を更新する2024年度の防衛予算案そのものについて、日本の軍拡が進む傾向に異論を唱えるお約束の対応が展開されているが、日本の周囲を見渡せば、有権者の大半も賛成していることは間違いない。日本は、海を挟んで、北方領土の占拠を続け、かつ、ウクライナ侵攻を継続中のロシア、各種のミサイル発射を加速させる、北朝鮮、台湾や南西諸島方面への軍事的な圧力を強める中国と対峙しており、その脅威に対抗する施策は必須だろう。これは、かつてのアメリカと旧ソ連とが、大きく世界を二分して対立を続けた冷戦時代よりも、日本から見た場合の安全保障環境は悪化していると言わざるを得ず、戦争の抑止には、自国の武装を強化する以外に有効な方策がないことを示している。かつてのこうした冷戦時代であれば、日本が位置する太平洋方面においては、アメリカの軍事力は、北朝鮮は言うまでもなく、旧ソ連や中国を圧倒的に凌駕していたが、今や、その差は残念ながら縮まっているのが現実であろう。アメリカがトランプ政権だった時期には、NATO の軍事的な負担が、同国に一方的に依存していることへの不満から、NATO 加盟国への軍事費の負担増を打ち出していた背景があったが、それを真剣に捉える雰囲気は薄かったように思う。これが、今年2024年で丸2年を終え、3年目に突入しようかというロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにして、ヨーロッパ各国や日本も、自前の防衛費、軍事費の増額に鍵を切る傾向が顕著になったと見るべきなのだろう。そんな日本の現在の状況だが、2024年度の総額で7兆9496億円という防衛予算案の中では、F2 戦闘機を代替する目的の次期戦闘機の開発に関して、トータルでおよそ730億円ほどの予算が投入させることが打ち出された。日本は、この F2 戦闘機の代替機の開発について、2022年末に、イギリス、イタリアとの3カ国による実施を正式に表明し、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムという開発計画をスタートさせた。今回、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに対して、総額730億円の内訳の中で、9割近くの比率を占める640億円が投じられるのが、その中の有人戦闘機の開発に要する費用となっており、計画の本格化を予期させる。ついで、その有人戦闘機が完成する無人航空機の研究費用として48億円が計上されており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが、単なる有人戦闘機のみの開発計画でないことを改めて思い起こさせるものとなっている。そして、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機について、イギリス、イタリアと共同での開発機関を設置する費用として42億円が拠出されることが、今回の予算内に盛り込まれている。これらの総合計画がおよそ730億円ほどとなっているわけだが、これらとは、別にそこで必要となる兵装についても、新型の空対空巡航ミサイルの開発に184億円が充当されており、そこまで含めれば900億円を超過する計算となる。
個人的にはここまで含めた900億円を超過する予算が GCAP グローバルコンバットエアプログラムに対し2024年度の防衛予算案の中で投入されると耳にしても絶対額としてはそこまで大きな金額であるという感覚は感じない。まあこれは現在航空自衛隊が調達中の最新鋭の戦闘機 F-35 ライトニング2が A 型、B 型に分かれ、かつ必ずしも機体本体のみの価格でないとはいえ、およそ1機あたり120億円を超過する調達価格であることが頭にあるからかもしれない。実際には現時点ではGCAP グローバルコンバットエアプログラムにて生み出される有人戦闘機が最終的にどれだけ生産されるのかも未定であるため、まだ当分は目安となりそうな金額もわからない状態ではある。さて、今回の2024年度の防衛予算案の中で大半を占める640億円の有人戦闘機の開発費用だが、その内容は項目としては機体本体の基本の設計及び機関部の詳細な設計を行うためのものであると位置づけられている。今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの場合、機体そのもの開発にはイギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社、日本は三菱重工業社と参加各国の最大の軍需企業が名を連ねる。ことにイギリスの BAE システムズ社は戦闘機に関しても今現在同国やイタリアが運用中で、その代替を目指しているユーロファイタータイフーンの開発においても主体的な働きを行っていることは周知の事実である。加えて GCAP グローバルコンバットエアプログラムの前身とも言うべきテンペスト計画に際しても BAE システムズ社はその中核を担っており、今回も実質的に主導権を握る立場にあることは想像に難くない。テンペスト計画についてはかつてはその内容からいわゆる世界初の第6世代戦闘機開発の先頭を走るプロジェクトとの喧伝も多く、当然その延長線上に位置する GCAP グローバルコンバットエアプログラムも同様の形容をよく目にした。しかし個人的に昨今は GCAP グローバルコンバットエアプログラムを通じて生み出される有人戦闘機がいわゆる第6世代戦闘機であるとの言説は少なくなってきているように感じられ、その定義自体に疑義が生じているようにも見える。これは現在日本を含め西側の多数の国が導入を進めている F-35 ライトニング2がもともとはいわゆる第5世代戦闘機と見さされていたにもかかわらず、最新のブロック4等へのアップデート後には大きく進化することが影響しているようにも感じられる。まあそもそも第何世代戦闘機という表現自体が、実際に実戦投入されてくる戦闘機の能力を大雑把にまとめて後付けで評価していたという側面が大きく、具体的なスペックの差が数値で証明されていたわけではないことの表れではないだろうか。話を GCAP グローバルコンバットエアプログラムの開発の件に戻せば、その機関部の設計にはイギリスからはロールスロイス社、イタリアからはアビオ社、日本からは IHI 社が参画することが決まっている。この機関部の開発についても日本の IHI 社は試作機とはいえ XF9-1 という次期戦闘機用の機関部を完成させている実績が注目されているが、戦闘機に限らず様々な航空機や船舶用の機関部を手掛けるロールスロイス社と互いしていくのは正直厳しいように見える。日本の IHI 社はこれまで培ってきた技術を GCAP グローバルコンバットエアプログラムの開発にも活かしてほしいとは思うが、実質的にはプロジェクトの中心となることは困難だというのが実態ではなかろうか。さて、今回の2024年度の防衛予算案の GCAPグローバルコンバットエアプログラムに関する最後の項目、無人航空機の研究費用として48億円だが、これに関してはアメリカと共同で進めていくことが確定した。この無人航空機の研究にはもともと次期戦闘機開発でも当初は最有力の協業先とめされてきたアメリカのロッキード・マーチン社が関与する可能性が大きいと思われ、ここで開発させ人工知能搭載の自律型無人機は西側の標準となるのだろう。